第3章生き残るもの。というわけで、どうもこんにちは、マッキーです。今回も龍が如く5の、何してんのお、裸で何してんだよ渡瀬？あ、違う、勝也か。おお、白鳥？いやいや別に裸じゃなくてもいいんじゃないかまあ家の中だから自由か。秋山が社長に会ったか。分かった。それじゃあ例の計画進めてくれ。どういうこと？マジで計画立てたの勝也と真島さん？桐生さん。桐生さんか。どうした？ちょっとテレビつけさせてもらえませんか？テレビ？東京ギガツ？こいつは。これがあの勝也ですよ。あ、勝也がテレビか。今回の T セットのメジャーデビューコンサートは急遽決定したものです。関西のテレビ局で放映されていたプリンセスリーグの決勝で活躍したダイナチェアさん所属の沢村遥さんが日本ドームでのメジャーデビューコンサートを予定していたのですが、その都合がつかなくなってしまったことから急遽決勝で対戦したT セットが代わりにコンサートをする運びとなりました。いや、おかしいけどな、それな。本当に緊急なコンサート開催になると。そういうことになりますね。これってはるかを守るためにやってるってことなのか。とある著名の先生から楽曲提供を受けメジャーデビューする予定になってましたから、コンサートの開催自体に問題はありません。まあそうなると T セットって大阪芸能としては気に入りになるってことだよね。沢村遥さんには申し訳ないんですが。というわけだ。今のやつが勝也か。あいつが森永の兄貴を殺した男ってわけっすね。まだ確証は持てない、だがタレコミによりゃ現在警察は勝也を森永殺しの重要参考人としてマークしているのは間違いないようだ。どこ行く気や？勝也のとこに決まってるじゃないですか。やつはこの上のホテルに泊まってるんすよね。だったら今すぐ殴りに行けば脳筋かよ。俺が行く。冴島さんが結局殴り？お前は警察行って森永の亡きがらに手合わせたってこい。それが今のお前ができることや。でもたった一人の兄弟やったんやろ。せやったら見送ってやってこい。はい。どうしますか桐生さん。行くしかないだろう。これはあの男のサインだ。ここで冴島桐生が会うのか。登場会の取り計画に合わせて自らメディアに登場して存在をアピールする。あの勝也って男は呼んでるんだよ。敵も味方も自分のところに集めるためにな。桐生さん、どちらへ？馬場、お前は残ってくれ。でも一つお前にやってほしいことがあるんだ。何ですか？あさって日本ドームでコンサートをやることになっていた沢村遥、あいつに会って伝えてほしいことがある。直接伝えろよ。桐生さん、そのこと知り合いなんですか？娘だよ。話せば長くなる関係だ。それで伝えてほしいこととは？諦めるなとな。諦めないで。それだけですか？ああ、それだけだ。いやいや、馬場ちゃんそう簡単にはるかちゃんに会えないだろう。なんだかんだ芸能人だぞあの子あ、選んでください。どうするとりあえず桐生さん行きますか。え、何これ、選択したら、それ、桐生さんしかできないってこと？まあまあいいか。桐生は長須貝。冴島は月見の絵、タクシーで移動することできます。浜野町ヒルズへ向かえ。ニューセレナのアジトが使用可能になりました。セーブとかできます。OK。あ、主人公交換はできんのか。え、ヒルズ帰りに肉食系。もうわけわかんない。もうヒルズ絶対行かないから。こいつ最初なんか話してたもんね。まあまあまあ、どこか他の店行こうよ。とっておきのいい店知ってるよ、俺。私はヒルズが良かったな。機材点検のため、臨時で全店閉店って何様？絶対後でクレーム入れるわ。クレームとかやめようよ。大事だよ、機材の点検。うるさいバカ。カムル町ヒルズが、全店臨時閉店。どうやら敵はお待ちかねみたいだな。もう結構最後の方ってことだよな。お、これはるかちゃんの、ネッシーのファンじゃん。なんだよ、Tセットのドームライブって。なんではるかちゃんがキャンセルなんだよ。まあ俺としては嬉しいサプライズなんだけど、まあなんでなのか気になるよな。チケット今からでも取れるのかな。え、確かにそうだよな。はるかのチケットもう売ってんのに、それが勝手に T セットになるって話だもんな。なんか欅であったみたいな欅坂でそんなのなかったっけ。ケヤキのライブがひらがなケヤキになるみたいな。あれはどうなんだろうな。ありけん、金もらうぜ。オッケー。桐生さんの最後のサブストーリーかな。ちょっとやろうかな。これと多分アモンなんだよね。さっさと返せよ、これ。ん？あ、勘弁してください。もう返済期限過ぎてんだよ。これ以上滞納したらどうなるか。この店もらっちまうからな。すみません。それだけはご勘弁を。近いうちに必ず全額返します。たっく、おい行くぞ。えい。なんだなんだ？喫茶アルプス、金問題か？どうした？はあ、どうしよう。返す当てなんて。おい。大丈夫か？さっき金貸しに絡まれてたみたいだが。秋山さん紹介しようか？ええ、大丈夫と言いたいところなんですが、もうダメかもしれませんね。はは。待て。経営がうまくいってないのか？うん。はい。うちは老舗の喫茶店でして、今まではここ神室町で細々とやっていたんですが、ちょっと欲が出ましてね。あ、全国展開？思い切って札幌と名古屋に支店を出すことにしたんです。でもそれがなかなかうまくいかなくて。うまくいってないか。最近ようやくその2店舗は軌道に乗り始めたんですが、それまでの赤字と店舗オープン費用でできた借金はまだ結構残ってるんです。この神室町の本店もそれなりに利益は出してるんですが、借金の利子がそれを上回ってまして。そうなのか。うん、はい。このままではうちの店は近いうちに借金の方に、あの金貸したちに奪われてしまうでしょう。何かものすごい美味しいメニューでも作って、客足がドーンと増えでもすればなんとかなるかもしれませんが、そんな夢みたいな話ありませんよね。達也だ。俺たちには達也がいるぞ。客足が増えるようなものすごい美味しいメニューか。来た。もしもし。もしもし。あ、もしもし？僕ですよ、僕。達也です。グッドタイミングすぎるだろう。この番号、鈴木さんの携帯で合ってますよね。ああ、そっか、鈴木か。ああ。どうしたんだ？何か用か？いやね、僕、今、神室町にいるんですよ。で、福岡でお世話になった鈴木さんに、何か東京名物でも送ろうかと思って、何がいいです？結構いいやつだな、こいつ。律儀だな。いや、実は俺も神室町にいるんだが。そうなんですか？すごい偶然ですね。運命感じちゃうな。お前と運命感じたくねえな。ごめんな。じゃあせっかくだから会いましょうよ。僕、劇場前広場にいますから、忘れずに来てくださいよ。それじゃあ。やったね。もしかしたら、達也ならこの店を救うメニューを考えてくれるかもしれないな。あいつは劇場前広場にいるんだったな。挨拶がてら相談してみるか。行こう。でも、今までのご当地メニュー企画はね、結構アルプスは全部コラボしてるはずなんだよね。だから東京でのコラボメニューを作ろうっていうお話かな。行きましょう。達也、助けてよ。あ、鈴木さん、お久しぶりです。元気でしたか？ああ、そっちは元気か。ええ、鈴木さんと出会った長須を皮切りに、月見の蒼天堀、金栄町と美味しいものを求めて、全国を行脚していました。そのおかげで料理のアイデアもいろいろ浮かんできていて、新しいメニューを作りたいっていう欲求がふつふつと湧いているところですや。おお、そうか。実はそのことで相談があるんだが。相談？何です？なるほどね。美味しいメニューで喫茶店を救うか。ああ、頼ってすまないが、お前の腕で何とかしてやれないか？わかりました。鈴木さんの頼みですもんね。任せてください。鈴木さんへの信頼どうした？悪いな、助かる。はい、すげえ信頼されてんな。よし、善は急げです。早速そのお店に向かいましょう。どうも。いらっしゃいも。あなたは料理人の達也さん？おお、知っているのか。支店ではコラボしてるもんな。知ってるも何も。飲食業に携わる人間で知らない人なんてほとんどいませんよ。超有名人ですって。いやー、それほどでも。それで、その達也さんが、こんな寂れた喫茶店に何のご用でしょう。いや、実はこの店のために、俺から達也に協力をお願いしたんだ。行きつけの店がなくなるのは惜しいんでな。え？本当ですか？ありがとうございます。よろしいんですか、達也さん。ええ、鈴木さんの頼みですからね。僕の最高の新メニューで、このお店を救ってみせますよ。信じられません。よろしくお願いします。鈴木さんがすごいよな、普通に考えて。さて、そうと決まれば早速始めましょう。キッチン借りますね。あ、はい。すげえ。この一瞬でできんのかな？お、すごいよ。達也プロデュースのメニューが出るってチラシを配っただけで、こんなにたくさんの人が。ああ、本当にすごいな。さあ、我々も中の様子を見に行きましょう。おお、いっぱいいるね。達也！ありがとう。達也、助かった。これもお前のメニューのおかげだ。ありがとう。ええ、達也さん、本当にありがとうございました。これでうちの店もやっていけます。いえいえ、僕も溢れ出る創作意欲をぶつけることができてよかったです。いいものができましたよ。そうだ、せっかくだから鈴木さんも食べてみてください。いいのか？もちろんです。さあ、座って座って。どんなメニューだ。長洲、月見の蒼天堀、金栄町、そして神室町、さまざまな都市での料理や人との触れ合いで得たもの、その全てをこのメニューにぶつけました。全部混ぜこぜはやばいんじゃないかな。名付けて、究極のナポリタン。究極のナポリタン。ええ、喫茶店のテンパーメニューのナポリタン。それを僕なりにアレンジしてみました。一般的によく使われるソーセージの代わりに、イタリア料理には欠かせないサルシッチャを使い、マッシュルームの代わりにポルチーニを使ってみました。何かわかんねえ。それによってナポリタンながら香り豊かで本格的かつ高級イタリアンのような味わいに仕上がっていると思います。隠し味に使っているのはパルメザンチーズと蜂蜜です。これらを使うことでコクと甘みが増しています。俺はうまそうだな。食べてもいいか？もちろん、僕の全国行脚の集大成をご堪能あれ。うまい。すげえ、この画像だけ画像だけ残されたんだけど。ありがとう。お味については語らないんですか、桐生さん。本当にありがとうございました、達也さん。いや、俺なんていいですって。俺を言うなら鈴木さんに言ってください。俺に？はい。ええ。僕がとっておきのこのメニューを生み出せたのは、鈴木さんとの出会いがあったからです。鈴木さんは長瀬で困っていた僕を丁寧に案内してくれた。忙しい中でも親切にいろいろなお店を教えてくれた。鈴木さんだけじゃない。どの町にも親切に僕を手伝ってくれる人たちがたくさんいた。僕はそれがとても嬉しかったんです。だから僕も困ってる人がいたら助けてあげたい。素直にそう思ったんです。おつやー。このメニューは鈴木さんや僕を支えてくれた皆さんへの感謝の気持ちでできています。だからこのメニューは究極なんです。僕は今回の出会いの中で気づいたんですよ。感謝する気持ち。これこそが料理を美味しくする最高の調味料なんだってね。感謝の気持ちが最高の調味料か。確かにそういうものかもしれないな。ええ、料理人としてなんか一皮むけた気がしますよ。今ならどんどん新しい料理が作れそうです。さーて、善は急げって言いますし、早速家に帰って、新しい料理のレシピを練ることにしますよ。一人でも多くの人に、僕の感謝を届けないとね。そうだな。きっとみんな、お前の料理を待っているさ。はい、ええ。それじゃ、行ってきます。またいつか、どこかで会いましょう。あつやー。あいつなら、きっとこれからも最高の料理を生み出せるはずだ。頑張れよ、達也。お、オリジナルメニュー、究極のナポリタンが追加されました。よーし。これで桐生さんのサブストーリーは残り1個かな。あと1個は多分アーモンなはずなんだよね。あと、はるかちゃん、秋山さんをやるだけかな。そうだね。よし。いい感じ、いい感じ。では、早速、メインストーリーの方、戻っていきましょうか。さあ、というわけで、勝也のいる神室町ヒルズやってまいりました。人が多くてね、困りますね。全店閉店はいいとして、さっき入っていった連中はなんだ？メンテナンス作業員なわけないよな。ヤクザだからな。っていうか、どう考えてもヤクザ。そっか。入っていいんだっけ、これ。入っていいの？あれ絶対ヤクザだったよな。マジマジ。あれヤクザ。間違いない。やっぱ神室町やべえよ。ヤクザが支配してるって。裏の顔を持つ町だわ。やっべえ、つぶやこう。嘘じゃ、俺もつぶやくわ。ヒルズでヤクザ目撃したぞよ。この頃、ツイッターがちょうど始まったぐらいなのか、2012年って。どうやって入るの？あ、入れるの。勝也はこの先にいる。乗り込もうか。はい、行きましょう。行くぞ。あ、え？あ、ここから先のバトルでいいんじゃない？え？どういうこと？ここから先のバトルでは主人公を選んでプレイすること。桐生さんは桐生さんで進んで、冴島は冴島で進むんじゃないのか。だからいいんじゃないのか。はい。もしかしたら冴島の自由時間がなくなるのかもしんないな。冴島買えや迎え。お、クリスマスだ。あ、大阪工業か。ほい。桐生さんやな。お前らは勝也の手下か。誘い出しておいて随分な歓迎じゃねえか。ほいや。あっさり言ってもおもろないですやろ。あんたが会長というほどの男なのか試させてもらいますぜ。戦いに集中させてくれ。なめられたもんだな。こんな敵いたっけさっき。おう、やったれ。ほいほっ。これで終わりか。オッケー、これで入れますね。オッケーオッケーオッケー。だいぶ倒したわ。あ、まだ中もいるんか。うおー、めっちゃいるじゃん。くっそー。ほいはい、おれー、オッケー。お、また来たか。物を投げるな。はい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 。あー、ミスっちゃったー。ふざけんなよマジで。ああ、もう誰、上に行ける？どうやって上に行くの？これか。絶対許さんぞ。殺しだからな、あれ。こっちも殺す。またなんかありそうだな、ここ。なんかありそうだな。あ、なんもないか。待てや、てめえ。また部下か。挟み撃ちにして、ああ、後ろからも来た。ちょっと、邪魔だ。お前、絶対落としてやる、こっから。落としてやる。落としてやるから。おらおら、おいしょ。もう一回、もう一回、もう一回、もう一回落としてやる。おらよし。おらー、2つやりまくって経験値貯めるか。あ、やべ。うわ、使っちゃった。ヒートアクション使えば使うほどって感じなのにな。ミスったー、マジでミスったな。しょうがねえな。まだいる？もういないよな。はい、お、東であ、すげえピアスだな。東出昌大。あ、いた。何？甘い甘いぞ、東出くん。花。甘いって言ってんじゃん。ほい。ここで。東出！ほい。ほい。はい。よし、竜ゲージ溜まったわ。はい、投げて。あ、おしまい。お、なんか真島さんスタイル。ハリア。お前じゃ勝てないぞ。あ、逃げるんかい。いいのか、その態度で。大阪工業。あ、また、あ、なんかビビってんじゃん。ほいほい。ビビってんじゃダメだよ。ビビってちゃダメだよ。あ、また誰だ、藤川さん。誰だよ、もう。一回ちょっと。あー、やってしまった。また使っちゃった。これ虎落とししようとしたらなるんだよな。ぐらいな。おらよ。はい、いた。背後取られるんだ。なんで甘い。はい、逃げる。コントローラーの調子が悪いぜ。オッケー。マジでコントローラーの調子が悪いでございます。よし、ここかな?さあ、来たぞ。勝也と戦うのか?あ、服着てんね。偉いぞ。お前が勝也。お待ちしていましたよ、桐生一馬さん。え、冴島来ちゃった。やはりお前も来たか。さあ勝也、いろいろ話を聞かせてもらおうか。登場会を乗っ取ろうとしていたお前がどうして俺たちをおびき出すようなことをしたのか。お話しするには役者がもう一人足りません。そろそろ来ると思いますが。真島さんか真島さんか。ああ、やっぱり。違うわ、渡瀬か。渡瀬キルラ。それにそっちは確か冴島。さあ、これで役者が揃いました。ここでは少し手狭です。場所を移しませんか。こっからタワー屋上で戦えと。おお、そういうことですか。やっぱり冴島やってなかったな。冴島後で操作すると思ってたんだけど、まさか操作しないとはね。なんでグラサンかけたんだろう